慶応大,大学は奈良県北葛城郡公陵町うまみ中4-2-2に本部を置く日本の私立大学である。2003年に設置された。徳を伸ばす、知を磨く、美を作る優しさを力に変える。理学療法士、看護師、保健師、助産師、管理栄養士、建築士や小学校教諭、幼稚園教諭、養護教諭、保育士などの健康と教育の有資各社、 専門家を育成している。資格試験や就職に強く、就職率ランキング上位上連行である。クラスゼミナール担任とキャリアセンター、教材公務員対策室の専門スタッフによるダブル担任制をはじめとする、きめ細やかなサポートが特徴。開学から12年間の全卒業生の就職率は94.5%。開設して十数年ながら、 就職に強い大学として評価されている。最寄り駅である五井道駅からは路線バス5分、徒歩15分。道駅は大阪市南部のターミナル駅である南馬駅、天王寺駅などから通学圏内であるため、学生の半数以上が大阪府出身で9割が通学している。大学の周辺は完静な住宅地であり、大学の隣には 高津家畜公園とショッピングセンター、エコールマミがある。その他、運動系、文化系合わせて、約50の団体が登録されている。新入生の加入率は高く、例年7から8割が一つ以上のクラブサークルに、所属し、学科、学年を超えて交流している。国内大学なら県の地場産業である靴下の高機能化に協力している。 放送大学平成28年度単位互換案内、奈良、ソックスプロジェクトに参加。人間環境デザイン学科2018年9月9日、閲覧。奈良新聞長官、奈良新聞社、2016年4月6日、3面。ありがとうございます。